ワクタ山一号墳の墳母頂上部分、ワクタ山古墳群。ワクタ山古墳群は、京都府京丹後市峰山町丹波と八谷田にまたがる四十二期の古墳群である。地区の川流域では、京丹後市丹後町の新明山古墳に次ぐ規模を誇り、福田川流域である京丹後市阿網野町の阿網野町市山後墳とともに、丹後地方の古代豪族の勢力等を知る上で、重要内積として、 不指定史跡となっている。古墳群中で最大の前方公園墳である湧田山一号墳はかつては中期古墳と考えられていた。現在は前期古墳として、弥生時代後期の大型墳墓の成立から、網の長子山古墳など大型の前方公園墳へとつながる時代の主張墓の可能性があると位置づけられている。中腹の拓神社から望む、 竹野川竹野川中流域西岸に位置する。この中流域には、弥生時代から古墳時代にかけての墳墓を中心とした多くの遺跡が確認されている。竹野川を日本海側から遡上すると、峰山町、八田のあたりで、低い丘陵が川岸に迫る愛路となり、そこを通過すると、あざ名は峰山町丹波となり、竹野川流域で最大の国葬地帯である盆地に、 入る。滝野川は、全長3 1トル流域面積206平方キロメートルに及ぶ、丹後半島最大の河川である。枠田山1号墳の立地する場所は、滝野川が、支流の小西川と合流し、北東に流れを変えて、八坂平野に流れ込む出口にあたる。この近辺は、川の両側に低給料地帯が川に向かって張り出して、おり、平地が狭く、 天然の石書になっている。古墳群は、この川岸に突き出るように迫る低い丘陵上に位置し、最も川に近く、最も大きな一号墳を筆頭に、総数42基を数える。丘陵の中原には、丹波の式内舎である、宅神社があり、一帯は、神樹の森となっている。宅神社は、京都府登録無形民族文化財に登録。 および、京丹後市指定無形民族文化財にも指定されている神事丹波の芝むくりを伝承しており、湧田山古墳群の存在と合わせて文化的価値の高い地域として、一帯は、府の文化財環境保全地区となっている。湧田山一号墳は、古代における交通の要衝に据えられた大型の前方公園墳であり、墳丘の構造から、 国宝を意識して建造されたことが伺える。北には3基の市長簿が見つかり、丹後地方の古墳時代の幕開けを吟味する上で、重要な大田南古墳群が分布する。国の重要文化財ともなっている清流3年目方角菊子人教が発見された大田南古墳もその一部であり、 枠田山古墳1号墳の下流約 1.4km の丘陵上に位置する枠田山古墳群は1981年の分布調査によって存在が確認された。1983年から1985年にかけて同志社大学考古学研究会によって測量調査が実施され、1号墳は前方公園墳であることが確認された。 2007年と2008年に京丹後市の教育委員会によって1号墳、前方部の範囲確認調査と分級の最測量が行われている。周辺の4号墳までを含んだ部分が1988年に府の史跡に指定された。枠田山古墳群の1号墳以外の41基についての発掘調査は2020年現在まで未調査である。 湧田山1号墳は北西に単小な前方部が突出する全長約100メートルの大型の前方公園墳で、公園部は正円型ではなく、丘陵の主軸に並行する形で長軸がある、楕円形の形状を持つ。規定部が92-73メートル、高さは12から14メートルである。公園部の裾は、断畜部から丘陵の自然地形につながり、 平野部や竹の川に面する東側に比べると西側の規定部は不明瞭となっている。公園部に取り付いた前方部は前端までの長さが約28メートル、前端の幅は40メートルで、高さは4から6メートルと測定された。公園部にのみ幅4から8メートルの断築を持つ二段築製となっており、前方部の頂点の平坦部の尾根からほぼ水平に、 直線で公園部の断地テラスに連なる前方公園墳の墳球場に円形の段を乗せたような構造となっている。この構造は丹後地方の他の前方公園墳と大きく異なる。埴輪や吹石などの外表施設は存在しなかった可能性が高く、墳球は地山を削る一方でり土をして成形したものと思われる。2007年度の調査において、 噴球裾の下層から溝状以降が検出されていて古墳の築造前に何らかの人々の営みがあった場所である可能性が高いとされた2008年度の調査においても噴球裾付近で幅4メートル深さ2メートルの溝状以降が検出されておりこれは2007年度の溝状以降の延長であると考えられる溝状以降の下層から 弥生時代前期の土器が出土したことにより、弥生時代前期の看護であった可能性がある。看護の存在により、高知清修落がこの場所に築かれていた可能性が高い。主体部の発掘調査は行われておらず、表祭やこれまでの発掘調査において年代を特定できるような古墳時代の遺物は発見されていない。築造年代の推定は墳形に基づいて行われており、 諸説が存在する。従来の見解では、ホタテ海式古墳と考えられており、1988年の不死跡指定において、竹野川流域では、黒部長子山古墳と共に前期公用の新明山古墳に次いで中期に属すとされた。1992年に刊行された前方公園墳修正近畿編においても、中期初頭から全容に位置づけられていた。 現在は古墳時代前期に属すと考えられているが、前期初頭から前用とするか、前期中用から後用とするかで、研究者や行政担当者の見解が分かれている。前者の代表的な説は、広瀬和夫が2000年に刊行された単語の野世用母と巨大古墳で示したものである。広瀬は湧田山一号墳の墳形を、 プリミティブで、古装を示すとし、前期中央の白米山古墳に先行する前期、初頭から全容に位置づけた。寺沢香織は2000年刊行の著書、王権誕生に、薪む型前方公園墳の分布図を載せ、古墳名は記さなかったが、単語に、古礼式記の薪む型前方公園墳を一つ置いた。寺沢が図した。 京丹後の巻き目型前方公園墳は、位置が少しずれているが、湧田山一号墳と思われる。京都府埋蔵文化財調査研究センターの石崎、吉久は、短い前方部が、保ケの山古墳と、大円形の公園部が、園ノ黒田古墳との関連を伺わせるとし、庄内駅まで遡る、可能性があるとした。京丹後市や与佐野町の行政担当者は、 裏付けとなる調査結果が出ていないとしながらも、三世期代に築造された可能性がある前方公園墳として、枠田山一号墳を挙げている。校舎の代表的な説は、2003年に発表された同志社大学考古学研究会による測量調査の初見である。公園部が大円形であることを、梶谷古墳、恵比寿山古墳とも共通する要素とし、 吹石や埴輪など相当表施設がないことから、前期中央から紅葉と位置づけた。岸本直文は2011年に行われたシンポジウムにおいて、湧田山一号墳の形状が安頓山古墳をモデルにした可能性があるとして、白米山古墳に次ぐ4世紀前半に位置づけた。前期紅葉に位置づけるものとして、聖家明がいる。聖家は、 前方部と後円部中軸がややずれているとして、前期後半以降の円墳の可能性があるとした。2007年度調査では、1号墳前方部の墳休裾から、弥生時代前期から、中期後用の弥生土器が出土している。出土した弥生土器は、コンテナ2箱分の土器の破片で、関係や関係に近いものは見つかっていない。種類は、壺、亀、高月で、 つかできたものはつぼ5点、亀五5点、つぼか亀の底の部分1点、高月2点であった。弥生い時の他には、サヌカイトの石属1点のみが出土した。出土層は、旧氷土層の上とみられる。これらの出土物から、周辺に、弥生時代の遺跡が存在することが裏付けられた。貧乏医師。ありがとうございます。